アンドレアジャーニはイタリアの男子バレーボール選手、指導者、ナポリ出身。ポジションはウィングスパイカー、ミドルブロッカー、元イタリア代表。父のダリオジャーニは1964年東京オリンピックに出場した元ボート競技選手。中学校在学時に見出されてサバウディアのジュニアチームからバレーボールを始め、14歳でセリエ A にサバウディアへ入団。 1985年15歳でセリエ A1 パルマへ入団した。在籍した10年間にリーグ優勝を3度飾り、当時イタリア代表でチームメイトだったアンドレア・ゾルジと共にパルマの中心選手として活躍した。1996年に席籍したモデナでも2度のリーグ優勝を飾った。1988年5月6日、ルッカで行われたイタリア・フィンランド戦で、 代表デビューを飾り、2005年に代表を退くまで、イタリア代表の歴代1位となる通算474試合に出場。1988年ソウルオリンピック、1992年バルセロナオリンピック、1996年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック、2004年アテネオ,オリンピックのイタリア男子史上最高の5大会。 連続オリンピック出場を果たしたほか、世界選手権3連覇、ワールドリーグ7度優勝、欧州選手権4度優勝に貢献した。1995年ワールドカップと1994年、ワールドリーグで最優秀選手賞、1998年、ワールドリーグでベストブロッカー賞を受賞した。2008年10月23日、フリオベラスコ、アンドレア・ガルディーニに続き、 イタリアで3人目となるバレーボール殿堂入りを果たす。オポジット、レフト、ミドルブロッカーと幅広いポジションをこなし、1990年代に最も活躍したバレーボール選手の一人であり、イタリアバレーボール界の英雄と呼ばれた。なお、イタリア政府からは2000年7月に、イタリア共和国功労勲章代わり入れ、2004年9月に、同功労勲章をウッフィチャーレを受賞している。 現役引退後は指導者の道を歩み、2007年にモデナの監督に就任。2008から9年のシーズン途中で監督を降板した。2009年にセリー a にエムローマの監督に就任し、2010年、コッパイタリア A2 で優勝、A2 プレイオフファイナルで優勝し、エムローマを2年ぶりの A1 復帰へと導いた。2015年3月、 スロベニア代表監督に就任、ありがとうございます。